忍太忍ぶ、わしは忍忍博士じゃ。いつも伊賀市を盛り上げるために頑張っておるの。ところで忍太と忍ぶは忍者についていろいろ知っておるじゃろ。では問題じゃ。なぜ伊賀で忍者が誕生したのかわかるかな。何、知らないのか。では教えてやろう。しっかり覚えておくんだぞ。まずは伊賀の地形にあるんじゃ。伊賀は周りが山々に囲まれた盆地じゃな。周りが山に囲まれておるということは秘密が守れる土地柄だったということなんじゃ。また昼と夜の気温の差が激しいため霧が濃いなどの気象条件もあったと言われておる。次は伊賀の場所じゃ。京都から伊賀まではおよそ70キロ、奈良から伊賀までおよそ40キロ。伊賀は比較的都から近い場所なんじゃ。都に近いということはそれだけ政治や文化の中心地に近く情報を得やすかったということなんじゃな。そして伊賀独特の自治組織が作られていたということも一つじゃ。昔伊賀では戦国大名の力が弱かったのでそれぞれの地域で土豪と呼ばれる人たちが自分たちの地域を治めていたんじゃが、伊賀の中でも領地を争ったり小競り合いが起こったりしていたんじゃ。そのため戦いに備えて山の中で体を鍛えていたと言われておる。また通行の権限も持っていたんじゃ。時代劇などで関所というものが出てくるシーンを見たことがあるかの。古い資料によると隣の山城の国と伊賀の間に関所があったと書かれておる。伊賀を通り抜けようとする人を監視できたということなんじゃ。この4つのことから情報や秘密を自分たちの中だけで持つことができるという条件が揃っておったためにできるだけ戦いをせずに情報収集を専門とした忍びの術が発達したと考えられておる。忍太、忍、なぜ伊賀で忍者が誕生したのか分かったかな。これからも忍者についていろいろ勉強するんじゃぞ。